どうも皆さんこんにちは、キンタンです。今回もスカイリム進めてまいりましょう。ジェナッサが死にました。はい、ジェナッサが死んだからというわけではないですが、今回進めていくのは皆さん覚えておりますでしょうか、創始者の角笛メインクエストですね。力の言葉とシャウトを習得するために自分の力量を披露した後、グレイビアードのアーンゲールから最後の試練を与えられた。ハイアルマーチの埋葬墓ウステングラブからユルゲンウィンドコーラーの角笛を回収することだ。到着した時角笛はなく、リバーウッドで待つというメモが置いてあったと。デルフィンから角笛をもらったので、アーンゲールのところへ戻れば訓練は完了だということですね。創始者の角笛はもう持ってんのよね、これ。ユルゲンウィンドコーラーの角笛、あのデルフィンにもらったやつで、あのちょっとデルフィンの登場でごちゃごちゃしましたけれども、まあ、これを言ったら持っていくっていうのがその最後の試練でしたので、これを持っていけばいいということです。もうそれだけのことですね。じゃあ行きましょう。ハイフロスガー久しぶりに行きましょう。来ました、ハイフロスガーに俺は戻ってきた。ずっと誰も食べへんやん、クリメクの物資わ、なんかテクスチャがバグってる。わー、このバグ、これね、オフでやってる時出んねんけど、これ収録中出てほしくなかったな、これ。嫌だな。他の場所は出てないことを祈ろう。これたまにあのね、このバグね。入ります。ハイフロスが。あ、もうあかんわ、これ。こうか。あ、この奥にあんねや。へえ。これなんか、こういう、なんかそのゲーム作る時ってこんな感じだよね。こういう風にして、なんか、こう、ね。戻ってきたよ。当てよう。どっちやろか。どっちが、あいつでしょう。名前忘れた。何時の名前。どっちがアーンゲールや。向こう、あ、どっちやろ、でも、ヒゲ。こっち。アイナースやった。アイナース。アイナースすげえな、お前。アイナースお前、サムネにしてやろうか、お前。その、質感すげえな、顔の。じゃあ、こっちは？アンゲル。あ、アンゲルや。持ってきたよ。おう。ユルゲンウィンドコーラーの角笛を手に入れたか。よくやった。これで全ての試練に合格だ。私と来い。お前をドラゴンボーンとして正式に認める時が来た。ありがとうございます。正式に認めてもらえるらしいですね。どう認めてくれるの？また修行？何？揺るぎなき力の最後の言葉を覚える時が来た。来ただ、押すという意味だ。だ、ありがとう。誰がくれた？ウルフガーや。ウルフガー氏よう知ってんな。3つの言葉すべてを合わせて、シャウトはさらに強くなった。慎重に使うように。ウルフの足がダーの力を続けて。ダー、最後のフスロダーや。フスロダーがこれで完成した。グレイビアの支援に耐える。これで鍛錬は終わりだ、ドラゴンボーンよ。お前と話したいことがある。はい。我らの間に立ち覚悟せよ。グレイビアードの解き放たれた声を聞いて耐えられる者は少ない。だがお前ならばできよう。はい。うわぁ、すごいぞ。何か来てるぞ。ストロンドール、オフ・ニー・アラン、グロー・ブラン、ナウ。まあ、これはね、何を言ってるかっていうのはちょっとドラゴン語に関してはいっぱい出てくるんで毎回出さないんで、まあ、コメント欄のね、あの知識のある方は書いてあげてください。よろしくお願いします。
ここまでやりだすと長くなりすぎるんでね。メイブル・イスミール。イスミールができた。イスミール。はい。終わった？終わったんかな？耐えた？ドバーキンよ、グレイビアードの声を試し無傷で通った。ハイフロス側はお前のために門を開こう。はあ、門を開こう。もうこれで終わりか？あれは何の儀式だったんだ？今のは我々の導きを受け入れたドラゴンボーンを歓迎する伝統の言葉だ。皇帝タイバーセプティムとなる以前の若きタロスもハイフロス側にやってきたときに同じ言葉で歓迎された。なるほどね。実際には何て言ったんだ？そうか、お前は我々ほどドラゴンの言葉を扱えぬのだと時々忘れてしまう。これが大まかな意味だ。長きにわたってストームクラウンは衰え、佇むにふさわしい場所もなく、ハイネの名において、ショールの名において、そして古きアトモーラの名において、今我らの息により汝に授けよう。汝は今北の竜イスミールとなった。耳を傾けるがよい。ほう。おお、邪魔すんなよ。おお、座る。このタイミングでここに座る。なるほど。まあ、今出てきたカイネっていうのはキナレスのことで、ショールっていうのはロルカーンのことでね。で、イスミールっていうのはその北方の竜っていう意味で、タロスの別名とされてます。まあでも終わりか。前聞いたもんな。はい。空は守る。はい。空は守ると。ほう。ちょっと、あまりにも短いんで。じゃあ今回はね、今回ちょっとサブクエ消化していきましょうか。思い出しましょう。いろいろと。まずですね、ちょっとクエスト見てると、その他のところで、まあ、ウィンターホルダーこれはいいんやけど、まずクリメクのところに戻っておりません。カルロッタにミカエルに対処したと伝えておりません。ミカエルを説得しても OK ってなって報告してませんでしたね。はい。で、あとはね、まあ、あとはちょっと考えよう。とりあえずクリメ君のところに戻りましょう。ね。いや、ナルフィ元気にしてるかな。ナルフィ元気にしてたらいいんけどな。久しぶりに来ました。ナルフィ元気してるかな。ちょっととりあえずナルフィに挨拶しようか。ナルフィ。まだ悲しんでんのかな、あいつ。お？あ、クリメ君やん。じゃあクリメクやな。クリメク、もっとちょくちょく持って行きたいんだが、道が危険になってきている。そうやな。戻ってきたか。無事に運び終えたのか？うん、渡してきたよ。ずいぶん登ったろう。何にせよありがたい。ほら、何かあった時のために取っておくといい。終わりました。1000ゴールドめっちゃくれるやん。え、歩き回ってもらった礼を改めて言うよ。実は金持ちか、クリメク。すごいな。1000ゴールドもくれた。やば。ありがとう。ウレピーは。さあ、じゃ、ナルフィ。ナルフィ、元気か？いいの、仲間だ。蜂蜜酒を飲もう。元気そうやったな。めっちゃ元気そうやったな。話す。思ったより体調が悪そうだ。あ、普通に元気や。よかった。普通に元気やん。よかったよかった。もう嘆いてないのか、お前。よかったよかった。1ゴールド。おー、ありがとう。心優しいあなたに神々の恵みがありますように。ナルフィーは幸せだ。とってもとっても幸せだ。うわ、よかった。ナルフィー元気だったよ。みんなよかったよかった。いやー、ナルフィー心配してたよ俺。あの子元気かなってな。元気してるよかったよ本当に。ナルフィーはさ、寂しい。じゃあな。レイダに会いたい。さあ、まあじゃあイバルステッド前観光したし、いやでもあれやるか。陰徳の路上墓地。あれあれ。やろう、やろう。ここはやろう。仕方ない。クエストでね、これね、陰徳の路上墓地を調べる。これね、言ったら、酒場のマスターが教えてくれたんやけど、ここのね、ロックウィルやったかな？その人が教えてくれたんやけど、ここに亡霊が出るらしいよ。ここの陰徳の路上墓地ってとこに。だそれをちょっと調べようっていうクエストやねんけど、ちょ、それもやろうか。今回ね。やりましょう。せっかくなんで。さあさあ。ああ、もうここ入り口ね。いや、今の俺やって大丈夫やろ。いや、でも従者、
従者欲しいな、どうしよう。大丈夫かな、ドラグル相手やったら俺。まあいや、行こう。細かく考えても仕方ない。行きましょう。